舌骨舌筋は、頭頸部の筋肉の一つ。薄い四角形で、舌骨の体の側面と、大隅全体から生じ、ほぼ垂直に髪型へ向かい、茎と舌筋と、下縦舌筋の間で舌側面に入る。舌炎を下方に下げ、下を後方に移動させ、舌廃を突上にする。体部から生じた筋繊維は、大角からのものと重なる。絶骨絶筋は、 歌う際に重要である。舌上脈は舌骨舌筋の内側を通り、舌動脈は舌骨舌筋の真相を通る。舌骨舌筋と顎舌骨筋の間には舌下線、顎下線管、舌神経、舌下神経の番行上脈、舌下神経といった重要な構造が存在する。後方では舌神経が顎下線管の髪型にあり、顎下線の一部が 舌骨舌筋と顎舌骨筋の間に出ていることを注意しなければいけない。舌骨舌筋の内側及び表層には、舌陰神経、茎と舌骨人体、舌動脈、舌静脈が通る。これらの構造が最表層にあるので、最も損傷の可能性が高い。竹原翔子、下山和弘、下の構造と機能訓練、老年歯科医学、第十一巻第一号。 日本老年史科学会、2006年6月30日、44から47ページ、ドイ、10.11259、JSG1987.21、44、イシュン0914から3866、ネイド100億2054万6689、ジョイ、JST、ジャーナルアーク部、JSG1987、21.44、 この記事にはパブリックドメインであるグレーの解剖学第20版1129ページ本文が含まれています。ありがとうございます。